こんにちは、インフォクリエイターです。健診球の持つ未知のパワーで、あなたも健康な心と体を手に入れましょう。ということで、健診球とは何かをお伝えしていきたいと思います。健診球とはこういうものです。中国に旅行した友達からお土産でもらったんですけれども、こういう箱に入ってて、これが健診球です。球でできていて音が鳴ります。こちらに鉄球説明書とかありまして、英語でチャイニーズヘルスボールズと書いてあります。中国の健康球、健診球です。形は丸い、このこういう球でできていて、手のひらの上でコロコロ転がして手のツボを刺激する健康器具の一種です。材質は、こちらは金属製なんですけれども、翡翠とか目の大理石など一石製のものもあります。もう一個金属製のものがあるんですけれども、こういう大きい直径のものもあります。こちらの説明書にこのように書かれています。10本の指は脳神経や五臓六腑につながっており、手のひらの上で動かしてツボを刺激することで血行が良くなり、筋肉が強化され、骨も強化され、それによって精神安定につながり、慢性病を予防できますと書いてあります。この健診球初めてやる人は回すのはものすごく難しいですよ。まあ大丈夫です。でも、練習すれば誰でもできるようになるんで、やってると とても楽しくなってきますよ。うん。毎日1日10分でもいいから、くるくる回して、それを数ヶ月続ける。たったそれだけで健康になれるなら、やってみて損はないんじゃないかな。では実際にやってみますね。右手で右回りし、左回し、左手で右回し、で左回し。僕はあの右手よりも左手の方がすごく苦手です。これでも やり始めて3ヶ月経つんですけれども、だいぶ慣れてきましたけど、最初は全くできませんでした。すごくぎこちなく、その思うように手と指が動かなかったです。でも3ヶ月も続ければこのようにスイスイできるようになります。ただその右回しよりも左回しの方がやりにくい。なんでなのかはちょっとわからないですけれども、まだ右手よりも左手の方がやりにくいです。これは多分利き手が右手やから右手がやりやすいだけなのかもしれませんけれど。よくあの、左脳は右半身、右脳は左半身という通り、もしかしたら、左手が難しいってことは、右脳があまり使えてないないからなのかもしれません。中国は明の時代、河北省保定市が発祥とされているんですけれども、現在でも健診球の生産地となっています。健診球という名前がついてるんですけれども、昔はというか、まあ今でもですけど、別名として鉄球とか硬球、固定鉄球、瞑想球、実心球などいろんな名前があります。でも一般的には健診球という名前で通っています。昔は完全な鉄の塊で中に空洞はなく音が鳴らなかったみたいなんですけれども、今は中が空洞の構造になっていて、音が鳴る構造でできているので、このように振ったら音が鳴ります。こちらの大きいものも空洞になってて、中に音が鳴る構造のになっていて、音が鳴ります。
この音がすごいいい音になってるんですけれども、この音の効果が精神安定に役立ってるんじゃないかと思います。どうしてそのコロコロ転がすだけで健康になれるんでしょうか。説明書には書かれてましたけど、でも実際のところどうなんでしょうか。科学的な裏付けはないんですけれども、やっぱり手を活発に動かすことで細かな指の動きが脳に伝わって脳の活性化につながるんでしょうね、きっと。よく足の裏に臓器の絵が書いてあって、ここを踏めばここの臓器が健康になりますよという足踏み健康グッズがあるんですけれども、手や指もやっぱりその足と同じで五臓六腑につながっているため、この刺激することで各臓器各器官が活発になるんでしょうね。健診球をやることで得られる効果として、指の器用さの向上で、またリラックス効果、筋肉増強やで頭脳明晰になったり、運動機能が回復されたり、睡眠の改善につながったり、認知症の予防とか老化防止などにのメリットがあるとされています。こういった得られる効果を見るとすごく健康に良さそうなんですけれども、やってみないと実際のところわかりませんよね。健康っていうことについて考えると、生活習慣の改善が健康になれる効果の高い方法だと思うんですけれども、なかなか習慣って変えるの難しいですよね。この健診器みたいなグッズ、例えばコロ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 この転がすだけ、これだけで健康になれるというのならとても簡単ですよね。健康になりたい方はぜひとも健診球を新しい習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。